FC 東京なった。もう一つはもう一瞬ですぐできた。ファールを誘うのが超上手な懐の深さを見せるディエゴ・オリベイラ選手ね。ボールをね、もしもういい追っかけるよって決めた時の下向いて走り始める永井選手。ちょっと髪型違うけど、長谷川健太監督。監督も見てるんですね。監督も見てる。長谷川監督は長いよ。しかも大体のチームも中以上になるよ。これあの J リーグジャッジリプレイで原さんに世界を目指すにはって言われてた渡辺選手。まあ、彼はもう渡辺ダメだね。まあ、渡辺もこれ世界を目指すならね、まあこれはダメだよ。ただボールに行ってるように行ってやらないと、もうこれはもう完全にもう体に行ってるからね。これはもうレッド取られてもしょうがないね。まあ、これはもうレッド取られてもしょうがない。な、渡辺ももうちょっとこう、やっぱりね、世界でやろうと思ったら、まあここをバーぶつかるんじゃなくて、ボールに行った流れでぶつかるならまだわかるんだけど、これに関しては、はい、私もレッドだと思います。やっぱり体にぶつかりに行ってますし、ドグソの4条件をしっかりと満たしていると思いますので、最初えっていう表情されてましたけども、あれはもう間違いなくドグソレッドだと思います。あとはもともとグランパスにもいた永井選手、あとね、小川選手っていう、この前日本代表で呼ばれたけど、かっこいいのよ。でかっこいいのを自分でもやっぱちょっと分かってるから、スローインの時とかも結構ね、いい顔する。あ、プレスキック。我がチームをやってほしいという方、コメント欄ください。コメントにください。多かったチームをやります。今のところフロンターレとかグランパスのモノマネは上げてますけども、コメントください。